ということでですね、今日はですね、炊飯器で作れちゃう赤飯の作り方っていうのをですね、ご紹介していこうかなと思います。まあですね、赤飯の作り方。まあ結構ね、知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、意外とね、知らない方もたくさん本当はいるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱおめでたい席とか、こう、祝いの席とか、やっぱり赤飯作ってね、出したら、やっぱりなんかこう、気分も上がりますし、そもそもからして小豆のね、この味が染み込んだご飯、あの赤飯の味、美味しいですよね。ただですね、和菓子屋さんの赤飯っていうのはですね、こう、もち米を蒸して、豆を蒸して、意外とですね、こう、洗い物も増えたりして、結構面倒くさいんですよ。まあ、買ったら買ったで結構お値段もしたりするっていうね、赤飯をですね、炊飯器一つで、だからもう低コストで美味しい赤飯が作れちゃう。それもすぐにですよ。そうしてね、祝いの席に出したら、これはもうみんな喜びますし、気持ちも上がるし、なんか祝う時にはぴったりな赤飯ですよね。今日はですね、その美味しい赤飯を炊飯器で作る作り方っていうのをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、ということで、早速作っていこうかなと思います。まずはですね、この炊飯器を用意します。まあ、当たり前ですね。炊飯器で作るんだから、この炊飯器がなければ始まらないですね。ということで、この炊飯器を持ってきたら、もち米を2合入れます。もち米を2合入れたら、次はですね、白米を1合入れます。白米は1合ですね。これはこのね、もち米だけだとすぐ硬くなってしまうので、白米を入れることで日持ちさせる。そのために、このね、白米を入れてブレンドしています。そしたら、この、入れた白米ともち米を、水でね、溶いていきます。まあ、ここら辺は普通にご飯炊くのと一緒ですね。お米を普通に溶いて、お風呂にね、入れてあげましょう。こんな感じですね。お米を溶きました。お米を溶いたら、水を入れて、これをですね、吸水させておくんですね。これを少し放置することで、このお米とか、もち米が水を吸って、こう、ふっくら炊けるんです。はい。そしたらですね、ここで登場するのが、スーパーで買ってきた小豆です。まあ、普通のね、そこにでも売ってる普通の小豆ですね。この小豆を 50g 使います。この小豆の音っていいですよね。このジャ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 っていう音がなんかね、すごく波の音みたいでいい感じです。で、あとは水を 250g 測ります。はい、こんな感じで測りました。このね、水、小豆がね、入ってる時にね、水入れるのもね、すごいね、なんかいい音ですよ。こう夏にぴったりのね、爽やかな音って感じ。で、あとはですね、この小豆を弱火で10分煮ていきます。はい、ボコボコ沸騰してきましたね。そしたら、こっから弱火にして10分ね、こう放置していきます。はい、10分経ちました。結構ね、いい感じにこう煮汁が出てきてて、こんな感じでこの豆が結構膨らんでくればもう OK ですね。はい、そしたらですね、このお米の吸水させたですね、水をですね、一回こうやってね、捨てちゃいます。そしたら、この捨てたところに、さっきのね、煮汁と小豆を入れていきます。はい、こんな感じで小豆を入れたら、この水をですね、こう3合分なので、3合のところまでこう水を入れて足していきます。で、この小豆はですね、こう均等になるようにこうね、全部ね、混ぜてあげましょう。はい、こんな感じでこうね、お米が入って、水も3合まで入ってますね。こんな感じになれば OK です。はい、ということで、あとは炊飯ボタンを押しました。これでですね、こう、炊き上がったら、めちゃめちゃ美味しい炊飯が食べれちゃいます。まあ、ちどおしいですね。まあ、要するに豆とお米を入れて炊飯すれば、まあ、あっという間にできちゃうんですね。まあ、でも、この豆の、この硬いまま入れちゃうと、ふっくら炊き上がんなかったり、お米がね、吸水されてないと、ふっくら炊き上がんなかったりするので、そういうところはね、ちょっと気をつけて、こう、必ずね、こう、吸水させる。豆は少し煮るっていうのをやると、絶対に美味しいね、炊飯器でも美味しいね、赤飯が炊けるので、そこをね、注意するといいかなと思います。ではですね、炊き上がるまで待っていきまーす。はい、じゃあですね、炊き上がったので開けていきまーす。うわー、めちゃめちゃ美味しそう。なんかしっかりふっくら炊き上がってますね。うわ、これはめっちゃうまそうじゃないですか。で、そしたらですね、この炊き上がったやつをですね、こうね、軽く、こう全体にね、こう馴染ませるように混ぜていきます。いや、これはめちゃめちゃ美味しそう。これはですね、おめでたい日にぴったりですよ。こうね、自家製の小豆。ね、自分で作った小豆ですよ。これはですね、うわ、
めっちゃうまそうじゃないですか？はい、ということでですね、こんな感じで、ね、美味しそうなね、お赤飯できました。こうね、炊飯器に小豆入れて、ほんと蒸すだけですよね。ボタン一つだけ。これはですね、めちゃめちゃ簡単だし、こうね、お赤飯だからね、こう、祝いの時とかに、こう、ぴったりなんでね、こう、ぜひですね、作ってみてください。ということでね、せっかく作ったんでね、こう、食べてみようと思います。うん、これは美味しい。すごいね、お米がふっくらなってるし、このね、小豆がですね、この一番最初に煮るじゃないですか。この煮ることによって、お豆さんがね、柔らかくなるんですね。このお豆の煮方によって、こう、なんていうんですか、ちょっと硬くなったりする時もあるので、小豆はしっかりね、煮て柔らかくなってから、こう混ぜ込んだ方がね、失敗せずにね、美味しく食べれるかなと思いますね。これはですね、めちゃめちゃ美味しいお赤飯炊けてますね。はい、ということでですね、こんな感じでね、お赤飯作ってみました。めちゃめちゃ簡単ですし、まあね、作る機会って結構あると思うんですよね。祝いの席とかね、こう、おめでたい時とかね、やっぱりそう、お赤飯作ると、こうね、やっぱり全然気分が違うのでね、ぜひ作ってみてください。はい、ということでね、こんな感じでね、美味しいね、レシピをですね、投稿してってるので、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それとですね、和菓子お兄さん、和菓子職人で、お預け屋っていうお店もやってます。美味しいね、生クリーム大福とか、わらび餅、上生菓子なんていうのもですね、販売してってるので、チェックしてみてください。ということでね、次回の動画もぜひよろしくお願いします。バイバイ。